三階乗り場名鉄バスセンターとは、愛知県名古屋市中村区名駅一丁目、名鉄名古屋駅の上階に位置するバスターミナルである。設計は、谷口義郎で名古屋を代表する建物の一つとされることもある。また、日本初の本格的なバスターミナルであり、1967年の竣工当時は、世界的に見ても同規模のバスターミナルは存在しなかったと言われている。 名鉄バス高速バスの名古屋側ターミナルとして、バス路線網の中心をなす一大拠点であると同時に、名古屋市の中心的バスターミナルの一つである。停留署名は高速、一般路線ともに施設名と同じ、名鉄バスセンターであり、名古屋、名古屋駅、名鉄名古屋駅などの地名、駅名が入らず、社名だけを付けた独特のものとなっている。名鉄名古屋駅の上階にあたる、 名鉄バスターミナルビル3.4階に入居する、屋内、多層型バスターミナルであり、同ビルの地下1階から地上6階までは、名鉄百貨店メンズ館、7階から10階は、名古屋鉄道本社及び名鉄バスを含む、名鉄グループ各会社の事務所、11階から18階は、名鉄グランドホテルが入居している。当バスターミナルは、名鉄バスが管理しており、乗り合いバスや、 貸し切りバスが乗り入れている。名鉄グループバス各社や共同運行会社、三重交通も使用している。名鉄は2011年になって、名鉄バスターミナルビルなどに関して再開発を行う構想があることを明らかにしている。2017年3月29日、名古屋鉄道は、名鉄名古屋駅周辺の再開発計画を発表し、名鉄百貨店、名鉄グランドホテル、 名古屋近鉄ビル、大手町建物名古屋駅前ビル、日本生命、笹島ビルも建物を一旦取り壊して一体化して改築する予定で、その中に東バスセンターも含まれる。2022年度に着工予定、リニア中央新幹線が開通予定でもある2027年度に完成予定。3階は一般路線と高速乗り合いバスが発着。 4階は比較的近距離の高速乗り合いバスと臨時運行バスが発着。乗り場と降り場は3階に8カ所ずつ、4階に4カ所ずつある。乗り場にはホームドアが設けられている。4階降り場は名鉄観光サービスなど旅行会社が主催する貸切バスの集合場所にもなっている。3階窓口ではクレジットカード支払いが2011年10月から可能になった。 2012年12月の改装時に高速乗り合いバス乗車券の自動券売機を設置。3階待合室内には名鉄薬品が運営する売店ファミリーマートエスタシオ名鉄バスセンター店が2012年12月に開店4階にはドトールコーヒーショップや待合室がある。名鉄バスセンターの場所は名鉄百貨店本店メンズ館。 名鉄グランドホテルの3階4階ですと案内している。3階窓口の隣は山田電機ラビーの3階売り場。近鉄名古屋駅や東海旅客鉄道、名古屋臨海高速鉄道青波線、名古屋市営地下鉄東山線などの名古屋駅から徒歩数分。乗り場側には七ちゃん人形前からバスターミナル3階まで直通のエスカレーターがある。り場側にも エスカレーターやエレベーター、JR 名古屋駅、広小路口そばには、階段がある。内は、運行会社。3回1番、編集3回2番、編集3回5番、編集4回22番、編集4回23番、編集4回24番、編集3回1番、編集3回5番、編集3回6番、編集3回7番、編集3回8番。 編集3回5番、編集3回6番、編集3回7番、編集3回8番、編集博覧会などに合わせて運行された。1967年6月1日開業時点、国鉄名古屋駅周辺10カ所以上に点在していたバス乗り場を集約するため、当時の名鉄社長であった土川元の発案により、日本初の立体バスターミナルとして開業。 高校の遠心力中高管という特殊な構造材を用いるなど土木構造物的な性格も有している。1967年に完成した名鉄バスターミナルビルの一部をバスターミナルとして共用している。ビルは名駅地発の超高層ビルで、竣工当時は東洋最大の規模を誇った。当初は 近鉄と共同で現在の近鉄名古屋駅ビルのエリアも含めた一体開発を計画していたが近鉄が独自に名古屋駅ビルを建設したため名鉄単独の事業となった名古屋市営地下鉄路線の延長や名鉄豊田線の開業により郊外から直通するバス路線が減少したため床滑協定上域など公営競技関係の無料バスを除く 大型バス発着を3階に集約し、4階の大部分を一般の駐車場に転用していたことがあった。現在は長距離、近距離の高速バス路線の充実などにより、本来の形に戻っている。バスターミナル内の石綿除去のため2005年12月19日から3階、乗り場を閉鎖し、名神ハイウェイバスの乗り場を1階の近鉄名古屋駅ビルとの間の路上に移動。 その他のバス乗り場を4階に集約した。2006年9月2日に除去終了した3階を、使用再開して4階を閉鎖。2007年1月15日にすべて完了した。除去工事と合わせて、エレベーター増設、スロープの設置、音声、LED 文字案内放送設備、乗り場ホームドア設置等を行った。2012年10月21日から3階窓口の、 高速バス切符売り場と一般路線バス切符売り場を統合する工事を行い、11月18日にリニューアルをオープンした。工事期間中に仮営業をしていた切符売り場跡地では、引き続き待合室のリニューアル工事が行われ、こちらも12月5日にリニューアルをオープンした。またそれと同時に、待合室の改装も行われ、コンビニエンスストアのファミリーマートが店舗を構えている。 2017年3月29日の名古屋鉄道の発表により、名鉄名古屋駅をはじめとした再開発計画から名鉄、近鉄関連ビルの一体化がなされるために2022年着工で一旦解体される予定。バスターミナルについての計画は、ビル計画自体が関連法人との調整中のために未発表である。同ターミナルビルには、 専門店街の名鉄百貨店メンズ館、名鉄グランドホテル、名古屋鉄道本社、名鉄バス本社も入居している。アルピコ交通松本社アルピコ交通長野支社、栃木建築の乗車券発券などの業務支援は、関東自動車が担当2016年11月1日からは、福島駅郡山駅間が延長 ABC。かつて自動車は、バラ色の未来を見せてくれた。 自動車と建築。エキサイトレビュー。2017年3月19日閲覧。名古屋駅前地区。名鉄が再開発構想。近鉄などと協議へ。毎日新聞。2011年2月4日閲覧。細見類。名古屋駅に南北400メートルの超高層ビル名鉄が再開発計画。朝日新聞。 オリジナルの2017年3月30日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20170330114942スラッシュ http www.assahi.com articles ask3y5969k3y01 rhtml2017 年3月31日 閲覧。AB 名古屋支社、長縄祐希。名鉄名古屋駅。面積2倍に拡張再開発計画を発表。日本経済新聞ウェブ版。オリジナルの2017年3月29日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20170329102043/.http://www. <ッ>日系 c o m a r t i c l e d g x l a s f d 2 9 1 0 x z 2 0 c 1 7 a 3 0 0万2017年3月31日、閲覧 ab 上新大輔名鉄名古屋駅。面的にも、機能的にも拡張をえひく。車両心臓など2017年度も実施。マイナビニュース。http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2017スラッシュ03スラッシュ29スラッシュ333スラッシュ2017年3月31日閲覧。 名鉄バスセンター発着でますます便利に。名古屋南洋高速千名0交通2017年4月25日、郡山、宇都宮名古屋線福島交通名古屋宇都宮、郡山名鉄バス郡山、宇都宮名古屋線を、福島駅東口、日本松バスストップまで延伸します福島、交通公式ページ、2016年9月26日、 同年10月1日閲覧11月1日運行開始名古屋宇都宮福島線の開設について名鉄バス公式ページ2016年10月1日閲覧夜行高速バス名古屋線ダイヤ改正のお知らせ関東自動車公式ページ2016年9月26日同年10月1日閲覧ありがとうございます